リアにしてたい。さっき言ったエレキの弦張ってるから、うん、ちょっとしたエレキの音が出せるという、そう、あ、アコギの音が出せる、アコギ 100%。5段のね、あのモントリオールっていう名前のちょっとあまり見ないね、これ珍しいね、エレキとピエゾのマイクがついて、でジャックはあのミックスのジャックとエレキだけのジャックがある。あ、ね、今はミックスに入ってるから、うんね、あ2つね、はい、うんうん、ちょっと面白い形ね、はい、で今アコギの、うん、であのアコギだけど、まあ、弦はエレキの弦だから、うん、 そうね、あのその割にはあの、うんうん、あの純粋なアコギの音でもないんだけど、うん、あのでもライブの時に ね結構使えるんじゃないかな。いわゆる歌のバックで、その上にあるフェーダーみたいがそのアコギのマイクを、うんね、うん、調整する、はい、であとハイ、ね、ミドロー、はい、こういう、うん、はい、まあ、とりあえずフラットにして、うん、でここは前はエレキのボリュームですね、これがね、うん、で、それとこっちがミックス、どっちかエレキかアコギか両方、ね、ちょっとね覚えるのはちょっと、ね、時間かかるかもしれない。これで今ねエレキ 100%でこれに普通のあのハンバーガーに2つがあるから、うん、それにトーンが、トーンね、はい、あうん、ジャズでもね、ジャズのプレイにそのアコギの音とミックスしたら綺麗かもね、うん、はい、無限の可能性を秘めた、そうね、リアの音もすごい、うん、ね、太い音で、結構使える音ですね、うん、これは、はい、でこっちはこれはあのモルティアックスティールデュエットという名前の、あの、まあ、あの、まあ、昔からこれももう、あの、もうスティール弦、スティール弦もね、うん、結構アコギっぽいね、ね、アコギ弾いてる気持ちになりますね、これ、うん、これ結構使いますよね、この、うん、こっちはちょっとエレキの弦張ってるから、うん、エレキ寄りのアコギの、うん、これも
も多分ね、いろいろ試してみて、今ね弦もいろんな種類あるから試してみたらなんか間のものがあるかもしれない ね、 ね、はい、うん、このエレクトミックスできるのが ね、 ね、なかなかこうやってあそうそうそう、ちょうどいいところを見つけて、エレキだけだとちょっとね、あの、うん、結構いい感じだね。今50-50ぐらい。ああ、いいね。アタックがちょっとアコギの入って、うん。これね、どっちもケースがなくて、あの、うん、このままだけど、あの結構お買い得じゃないかなと思うから、もしこういうのを探してる人がいたらね、うん、珍しいよ、あのこれはあの5段のマルティアックスティールデュエット、スティールデュエット、スティールデュエット、ね、うん、これもうこのヘッドだけどスティール弦ね、はい、スティール弦もそんなに見ないよね、見ないよね、うん、ガットが多いね、ナイロンが多いよね、はい、うんうん、でこっちはモントリオールというエレキとアコギのピエゾのマイク入って、うん、ブリッジに入って、うん、でミックスができたり、はい、これ最初やり方分かんなかったけど、うん、いいポイントを見つけたらすごいいい、そうね、ちょうど中間のね、うん、気持ちいい音が、ね、はい、可能性を秘めてるね、これ、うん、ゆっくり家で、うん、あの1日ぐらいかけてちょっとあのヘッドホンかぶって最初、ね、あのネットで見たらね、あのマニュアルもあるから、うん、僕も一回あの見て、うん、これもちょっと最初分かんなかったけど、うん、はい、あとこれも今思い出したけど、こっちもね、このあのキャノンもついてる、あ、うん、本当ね、もう直あの PA に出しても大丈夫だし、うん、結構いろいろ、まあ、あの使い勝手がいいよね、このボタンはやっぱり、ね、うん、はい、あのストレスがないね、はい、あの弾きやすいから、うん、これもねトップとか綺麗よね、あのこれマホガニみたいね、マホガニね、はい、うん、裏はなんかさっき弾いたあの、うん、あの古いマーチみたいな形、ね、はい、これはスプルスになってスプルスとマホガニね、はい、うんうん、いいと思います、かっこいいじゃないですか、はい、うん、いいと思います、これは5段ね、もう一回マルティアックスティールデュエット、はい、思い出した、はい、こっちはモントリオールというあの5段 の、 あのエレキとアコギのミックスができるギターです、はい、あ、いい音、うん、今やってるのはリアピックアップと、うん、あのピエゾの中間ぐらいの音、うん、はい、うん、ちょっとコンテンポラリーな、ね、あの音楽なんかに合うんじゃないでしょうか、うん、はい、うん、ちょっと重たいけど、ちょっと重たいけど、ね、うん、これはそうでもないけど、うん、あのこっちはちょっと、ね、あの、うん、重たいということを注意してもらって、うん、あの、うん、重たいのは構わない人だったら、うん、あの、ね、おすすめです、でも重いなり の、はい、あのサウンドが、ね、そうですね、うん、ちょっと本当にそう、ね、あるからね、はい、うん、ではあのまた徐々にね、あのいろんな動画をアップしてるから、うん、ぜひあの YouTube のチャンネルも登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、アキさんの方もフライングキャッツ で、 あ、フライングキャッツで、はい、また検索してみてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。